流度分布測定装置、または粒子系分布測定装置とはサンプル中の流度分布を測定する装置である。など多岐にわたる。主には動的光散乱法とレーザー解説散乱法、画像イメージング法の3通りがある。また手分析の手法としてアンドレア全ピペットを用いた重力沈降法がある。光子相関法とも呼ばれる。主には ある液中のナノメートルオーダーの粒子径を測定することに向く。粒子にレーザービームを照射し、粒子に当たり出てくる散乱光を検出すると、その粒子のブラウン運動に依存して、散乱強度の信号に時間依存の揺らぎが観測される。この揺らぎを散乱強度信号の各自定数における自己相関関数と資料の粘度を考慮して解析することで、 粒子のブラウン運動の速度が得られる。一般に液中の粒子の拡散係数は粒子の大きさに依存したアインシュタインの関係式で計算できることからその系中の粒子の大きさを知ることが可能である。本手法は基本的には自己相関関数の計算結果から導き出された時定数自己相関係数の緩和曲線が ある流体中の粒子の拡散係数に依存するという前提に基づいている。このため、その曲線のフィッティングアルゴリズムにより分布幅や算出粒子系の大きさが変わる。また、原理上、環境のノイズ成分、周期振動など模型に影響を及ぼすため、本来は測定者の知識をある程度要求する。しかし、現状、最も簡便に液中のナノメートルオーダーの粒子の 情報を知ることができる手法であるため、化学工業、半導体、タンパク質化学分野などで多用されている。粒子にレーザービームを照射すると、その粒子の大きさに応じて様々な方向へ、解説光、散乱光が発せられる。粒子径が大きい場合の解説、散乱光は、粒子の後ろ側、すなわちレーザービームの進行方向側に集中する。粒子形が小さくなるにつれ、 解説、散乱光は、レーザービーム進行方向の後ろ側へも広がってくる。これらの光の解説、散乱強度分布を解析して、粒子形を求める。乾式と湿式の両方が測定可能で、一回に処理できる資料量が他の手法に比べ、比較的多く、また勘弁であるのが特徴である。粒子が光の波長に対して十分に大きいときは、 散乱よりも解説の現象が支配的になるため、フラウンホーファー解説で禁止され、解説庫を説明される。俗に前方散乱と呼ばれる。粒子の物性係数はその禁止式に寄与しないため、光の波長だけで計算できるのが特徴である。粒子が光の波長に対して等しいか、やや大きいといったときは、解説と散乱の双方の要素を考慮する必要があるため、 ミイ散乱で説明される。この散乱パターンは粒子の小道に依存した散乱強度分布を持つ。これを粒子と分散中立ちの屈折率を使って得られた光の強度分布を解析する。その屈折率の入力値によってはゴーストピークなどを生むので解析には注意が必要である。なお、粒子群には大きさの異なる多数の粒子が存在しているので、 本手法で実際に測定できるのは体積基準流度分布としてどれくらいの粒子がどれくらいの割合で含まれているかとなる。光学顕微鏡、電子顕微鏡などで直接粒子の画像を取得しその画像イメージから粒子の大きさに換算する。測定可能な粒子系は画像を取得する観察手法に依存する。光学顕微鏡の発明された時代からよく知られ、 用いられてきた手法であるが、測定する粒子の数、量が膨大になると解析に時間がかかり、多量粒子の処理には向かない、という端緒がある。しかし、動的光散乱やレーザー解説法と比較して、屈折率や粘度などを考慮しなくてよく、直感的に理解しやす手法であるのが、長所として挙げられる。また、体積基準粒子系、 個数基準粒子系の双方を測定可能である。近年は PC のデジタル解析技術も進み、大量の粒子を処理することも可能になったため、数万個の粒子の粒子系のみならず、形状パラメータの統計的処理を行えるようになった。重力沈降法に用いられるアンドレアゼンピペット分析資料を溶媒中に均一に分散させ、粒子の沈降速度から、 ストークスの式を用いて、流度分布を求める方法である。分析装置としては通常、アンドレアゼンピペットが利用される。シリンダーの下部から一定時間ごとに資料を吸い上げて分子し、分子した液を蒸発観光させることで、一定時間に一定距離を沈光した資料の重量を測定し、これを繰り返すことで流度分布を得ることができる。ありがとうございます。